して、チューして。ありがとう。映ってます。お尻映ってた？やめてよ。おはようございます。食べてますね。挨拶する前に食べてた。おいしい。嫁の方が行きたいと言ってましたので、そちらの方にね、行きたいと思います、はい、じゃあまあそういうことで、はい、ご飯食べてください。あっちか。あ、学校や。ほらヤギやって、空中散歩。あ、ここにおる、なんか動物。アルパカちゃん。アルパカ食べてる。雑草取りにはちょうどいいね。そうやね、うん、あ、今度あの草引きの時手伝ってもらおうか。おお、おいしいか。名前はなんて言うやん。かわいい。目閉じてる。やってきました。動物園です。動物園っていうんかな。ね、あー、見て、ほら。待ってんの？ペロペロしてる。はいはい。おいしいか？いや、かわいい。ほら、あの口見て、これ。ちょっと待ってや、ちょっと待って。すごい力。じゃーん。あ、立派や。立派や。立派。じゃーん。はい。うおお。じゃーん。あ、この子さっき出てた子ちゃうの？あ、そうや。ほら。じゃーんやったんや、名前。さっきいっぱい葉っぱ食べとったやん。じゃーん。じゃーん、すごい、じゃーん。おおお。つつちゃんも来たんか。つつちゃんこれあげよう。もういいよ。はい、つつちゃんどうだ。おー、ちょっと、ああ全部餌取られてる。完全に囲まれます。どこばっかり。おお、いい感じ、いい感じですよ。おいしゅー、チューされそう。何？かわいい。すごいね、優しい子。おいしい。さっきは上から見てた子やろ。見てたやろ。覚えてる？なんかちょっと怖い。チュー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 して、チューして、チューして、チューして、もう一回あげて。ありがとう、ありがとう、賢いね。あらららららら、ラルラルラル、チューして、チューして、うー、ありがとう。はい、若い女性で書いてあったと思う。若いってことやだし。よかったな、はい、バイバイ。またやってまいりましたね。やってまいりました。なんかすごいね。メロンパンかな、めっちゃ可愛くない？アルパカパン買おう。見てこれ、めっちゃ可愛い。これにしよう一個。でもなんかやっぱり人気ナンバー2、人気ナンバー1が分からへんけど、クリームパンもな、やー、柔らかい、ホクホクや、ふわふわや。ちょっとこれも気になっとってな、味噌としらすって。味噌としらすですか。合うんですよね。じゃあ買っておきましょうか。ほら、なんかちょっと気になるパン。かわいい。こんなもんかしら。秋限定なんて買おうかな。こっそり手が伸びてる。このマロンもこっちにしよう。こんなもんかしら。パンがすごい美味しそう。ぎょうさん買った。アルパカの口、うん、鼻、鼻に鼻ね、うん、ちょうど似合ってるよ。そう、うん、でこれアルパカさんになってるの。ほらかわいいな、ね、こう体がついてる。じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。蜂蜜の香りがしてるわね。ね、そんな辛くなくていい。でもな、結構スパイスも効いてるよね。美味しい。人気ナンバー2。
メロンパン。メロンパン。ナンバーワンが何かこういうのこう。うまいね。それ分からへん。あれめちゃめちゃ気になる。なぜ？見られへん今日。ちょっとふわふわなんですけど、ケーキみたい。いただきます。これは人気ナンバー2の味。位置は何やろ？分からへん。ね。まあ、淡路ではまあ有名な花さじきですけど、そこにね、行ってまいりたいと思います。せやな、栗って書いてる。栗拾いあるんかな。そっちばっかり。あ、ほらそうやん、栗拾いって書いてる。なんか琵琶狩りも書いてあったでしょ、うん、琵琶狩りもいいかな。好きですね、琵琶。琵琶も好きよ。では、レッツゴー。有料駐車場と無料の駐車場があって、離れたところに無料駐車場がありますと。そりゃそうでしょうね。ね、歩きたくないと言われたために200円をね、支払う羽目になりました。羽目。まあキャンピングカーも大丈夫、200円できました。行けますよ。あ、すごい、建物がすごく綺麗くなって、遊歩道も綺麗になってる。これ門扉とかもできてる。お、あの先に赤潮橋が見えますね。どこ、あ、本当だ。これブルーサルビアってやつ。え、僕に 花の話を聞かないでください。香りする。クンクンって。いい香りする。あ、そう、うん、じゃあ私はちょっとパンの匂いによく反応するけど。パンの匂い。ちょっとあんまり反応しない。あのパンとかスイーツとか。そう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 。綺麗ね、真っ赤。え、これ赤？赤いの。サルビア？サルビア。でもこれブルーはブルーサルビアの。ブルーも綺麗けどさ、うん、紫もすごい。すごい ね。でも赤が見て。見てこれも真っ赤っか。これ。真っ赤っか。これ。真っ赤っか。すっごいね。うん。これ映えスポットってやつですか？ですよ。はい。重っ。信用できん。もう言わんの絶対嫌。絶好。まだギリギリまで遊ぶって若者と変わらなくない？体力のことは忘れて、自分たちの明日なんて仕事行きたくないとか言ってきた。一番ダメな人や。ダメやな。横でずっと寝てたし。そうやね。布団がもっと奥に入れとかな、なんか出てきそう。必要でしたわ。できましたか？はい。よくしょ。映ってます。え、お尻映ってた？うん。今画面のさ、画角いっぱいにお尻が映ってた。やめてよ。やめて。ああ、嫁に来ないな。はい、じゃあ今回も旅行ありがとうございました。じゃあまた次回のね。運転が苦労様でした。いえいえ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チャララ。